2008年8月1日の日食は、2008年8月1日に北半球で観測された日食である。日食は、太陽と地球の間を月が通り過ぎる際に起こり、地球から見た太陽の像の全部、または一部が欠ける。回帰日食は、月の見かけの角直径が太陽よりも大きい時に起こり、太陽からのすべての光が遮られて昼間なのに暗くなる。回帰日食は、 地球上の狭い通り道でしか見られないが、部分日食は、幅数千キロメートルの広い領域で見られる。2008年8月1日の日食は、カナダ北部、グリーンランド、ロシア中央部、カザフスタン東部、モンゴル西部、中国を通る狭い通り道見られ、東急は1.0394になった。北極圏の北部では、いわゆるビ夜クヤの日食が見られた。回帰日食が見られた。 最も大きな都市は、ロシアのノボシビルスクである。海域日食は2分間続き、1200km に及ぶ地球表面の0.4%で見られた。126番の系列のサロス周期の47番目の日食である。部分日食は、北アメリカ北東部やヨーロッパ、アジアの全域を含む月の本影の通り道にあたる、もっと広い領域で見られた。 日食は9時21分 UT にカナダ局北のヌナブト巡州で始まった。回帰日食が見られた幅は 206km で1分30秒続いた。日食の領域は北東に移動し、グリーンランド北部を通って9時38分 UT に最北の83度47に達し、ロシア方向に南下し始めた。日食の経路は9時47分 UT に 北東端にあたるスバールバル諸島の首都島に達した。日食は10時10分 UT にロシア本土に達した。232km の幅で2分26秒継続した。最大の日食はその直後の10時21分7秒 UT にナディム近郊の北緯65度39分統計72度18分。 北緯65.650度統計72.300度、65.65072.300の地点で起こり、この時は幅 237km、継続時間2分27秒だった。回帰日食の経路上の都市には、メギオン、ニジネバルドフスク、ストレジボイ、ノボシビルスク、バルナウル等がある。最大の都市ノボシビルスクには日食を見るために、 集まった1万人の旅行客がいた。回帰日食の経路は南東に向かって進み、モンゴルを経由して10時58分 UT にカザフスタンに到達した。幅は2 5 2トル継続時間は2分10秒だった。その後、モンゴルと中国の国境を通って11時18分 UT に中国に入った。夕暮れ時で日食は1分27秒続いた。 アラトルク県、西安市等で見られたが、回帰日食は11時21分に終わった。アラトルク県には、日食を見るために1万人が集まった。日食の前の予測によって、中国新疆ウイグル自治区、クムル地区と甘宿省州戦手付近は、晴れの確率が最も高く70%を超えるを予測された。それに対して、ロシアのノボシビルスクから、 モンゴル国境までの間のシベリア地区は約60%の確率で晴れだと予測された。中国科学院国家天文台は、クムル地区アラトゥルク県アシコ教教を観測地として選んだ。その後アシコ教教で会期日食観測広場が建設され、世界初の会期日食観測のために特別に建てられた広場である。会期日食の当日、この広場だけで世界各国の 約4000人が集まった。この回帰日食はちょうど1週間後が2008年北京オリンピックの開会式で中国でオリンピック日食とも呼ばれた。部分日食は北アメリカ北東部やヨーロッパ、アジアの全域を含む月の本影の通り道にあたるもっと広い領域で見られた。ロンドンでは部分日食は8時33分 GMT に始まって9時18分に 最大で12%が欠け、10時5分 GMT に終わった。エディンバラでは太陽の23.5%、セトランド諸島のラーウィックでは36%が欠けた。現在はエアベルリンに買収されているドイツのチャーター航空会社エルティ国際航空は日食の観察のため、デュッセルドルフから北極点まで特別便を飛ばせた。 機体番号1111 11には日食のファン、科学者、ジャーナリスト、テレビ局のカメラマンが登場し、11時間飛行した。日食の前にはスバルバル諸島、後には自局の観光ツアーも組まれていた。写真、ビデオ、ありがとうございます。